皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回はですね、ミニカー動画ではございません、ごめんなさい。室内アンテナね、ちょっと先月からね続いた台風で、外のね、ジデジアンテナがね、ジデジアンテナっていうか普通のアンテナなんですけど、あれがねもう壊れちゃったんで、ちょっとねもうテレビはほとんど見ることないんですけど、まあどれかねチャンネルどっかが映ればね、YouTube が見れない時とか、なんかニュースとかね、まあ見れたらいいかなと思いまして、とりあえず、購入しました。はい、でこれをね、取り付けて、今日 Amazon から来たんですけれども、取り付けてね、まあ映ってくれればいいなという感じです。だからね、そんなには期待してないんですよね、正直ね。でね、これね、Amazon ではね、ブースター付きって書いてますんで、まあアンテナがね、あんまりこうあれしてなくても映ってくれたらね、まあポツンと一軒家ぐらいは見たいなとね、ポツンと一軒家が映ってくれればいいですけどね。まあそれ以外はもうニュースにしても何にしろね、もうネットの方がね早いし、ネットに日本語がちゃんと書かれてますね。はい、設置ガイド、受信で、HDTV、 なんかこの Amazon の説明には2002年型って書いてますからね、まあ一番最新型ということなんですかね。一瞬こう見たときは、あ、これ英語でしか説明がないのかなと思いましたけど、ちゃんとこれ日本語説明が一応ありますからね、こうやってね。だからまあ、親切ですよね。はい。で、中身を見てみましょうね。中身はこういう風に入ってますね。これがね、結構、あ、すぐ開いた。ここがね、なんか、なかなか開かないっていうかね、開けにくいときありますよね。で、ちっちゃいですね。もうこれだけだ。おお、たったのこれだけか。すごいね。ちっちゃいですよ。なんかこれで本当に受信できるのかという気もするんですよ。はい。そんな感じに見えますね。それぐらいそんなに大きくないという感じ。これをもうここにね、くるくるくるっと回して。つけますね。うわ、すごいシンプルですよ。もうね、シンプルこの上ない感じですね。でこれを、あ、ここがブースターになってますね。ブースター何も書かれてないですね。 4K とかなんとか、なんか 4K って書いてあったような気がするんだけど、気のせいかな。でここに、なんかここにね、アダプターがついてる。大きさの変更するアダプターなのかな、なんかよくわからんが、アダプターがついて、ここがネジでちゃんと止まるようになっております。はい。でこっちに USB、 あ、電源ですね、このアダプター用のね電源。まあ構成としてはただこれだけです。でこれがね 5m あるって書いてありましたから、かなり長いですよ。はい、ここには書いてないのかな。ことは書かれてないですね。書いてないけどね、5m でした。はい。で、大きさ比較でね、これ、iPhone です。iPhone で見たら、ほぼ同じぐらいの高さか。はい。ね。普通の iPhone と同じぐらいの高さですね。ここもこちょっとちっちゃいね、幅はね。まあけどそんな感じですね、大きさ的には。まあちょっとね、コメント欄にはこれを使用した映り具合とかをね、どんな感じだよってちょっとまたレビュー動画っていうのはね、めんどくさいんで、コメントで、
書きますんで、まあチェックしてください、気になる方は。ということで今回は、室内アンテナの開封レビューでございました。それでは皆様ごきげんよう。今テレビに取り付けてみましたけれども、 USB をつなげてない状態、まあ、ブースターがオンになってない状態ですね。この場合受信レベルが低下していますということで、どのチャンネルも映りませんね。はい、USB で電源供給しますと本体、ブースター本体の、ブルーの LED がつきますね。はい、ということで、そのままの状態ではテレビが映っていまいち電波が弱かった感じだったんで、ブースターをつけてもね、 USB をつなげても。それで今これアンテナにアルミ箔ね、キッチンにありますアルミ箔を巻いて、ちょっと上をね広げた感じでアンテナっぽくして、そうすると今こうやって映っております。はい、まあ映るからいいんじゃないでしょうかね。ということでごきげんよう。ここのチャンネル